イオ医療、医療、は、原子番号 16, 原子量32.1の元素である。元素記号は S、酸素属元素の一つ。多くの同素体や、結晶多形が存在し、有点、密度はそれぞれ異なる。沸点摂取444.674度。大昔から自然界において存在が知られており、発見者は不明になっている。医療の英名。 サルファーは、ラテン語で、燃える石を意味する言葉に語源を持っている。硫黄から製造される硫酸は、科学工業上、最も重要な酸である。一般的に酸として用いられるのは、気硫酸、脱水剤や乾燥剤に用いられるのは、濃硫酸である。また、種子の硫黄を含んだ化合物が合成されている。硫黄は、黒色火薬の原料であり、合成繊維。 医薬品や農薬、またス洗剤などの重要な原料であり、様々な分野で硫化物や各種の化合物が構成されている。農家における星柿、星いちじなどの漂白剤には、硫黄を燃やしている二酸化硫黄が用いられる、燻蒸して行われる。ゴムに数パーセントの硫黄を加えて加熱、加流すると、加強により断性が増し、さらに添加量を増やすと、 硬さを増す加工が可能となり、最終的には、エボナイトとなる。また、金属の硫化鉱物は、半導体の性質を示すものが多く、シリコン鉱石研パッキや、ゲルマニウムダイオードが、実用化される以前は、鉱石研パッキの主要部品として徴用された。硫黄は、カテネーションを生じやすく、30以上の同素体を形成する。この数は、他の元素に比べても、 かなり多い。通常、天然に見られる、同素体は、環状の SEO である。常温、常圧で固体である SEO は3つの結晶型を持つ。いずれも、SEO を単位構造とする結晶であるが、摂氏95.6度以下では、射方イオが安定であり、それ以上の温度では、単射陽系が安定である。また、摂氏250度まで加熱すると50万個以上の、 硫黄原子がつながった直射状用 S となる。これはゴム状用またはプラスチック用とも呼ばれる。SEO は有点直上の温度では黄色をしており、粘性も低いが温度が上昇するにつれて直射状用へと変化が進み、摂氏159.4度以上では暗赤色となり、粘性が増大しほとんど流動性を失う。この温度以上では SEO の管が解裂し、直鎖状のビラジカルが発生し、直鎖状 S、S などのオリゴマー化が進行し、直鎖状用 S が形成され粘性が急速に増大する。さらに加温すると、直鎖状の分子が切れて、再び流動性を取り戻し、沸点の摂氏444.674度に至る。暗赤色の150摂取195度の用を冷水に投入すると、 褐色を帯びたゴム状用が得られる。鉄分など不純物を含む場合は、黒褐色、不純物が微量である、純度が99%を超える場合は、黄色のゴム状用となるという報告もなされているが、実際の用の研究においては、純度99.9999% 99 99以上の原料などが用いられており、褐色を帯びるのを単に不純物に期するのは、不正確であると言える。 そもそもゴム状用、アモルフ、サルファーと呼ばれる物質は高温で、S の環状構造が列、様々な長さの砂状構造や濃い色を示す S などの小さな分子の混合体となったものであり、その生成時の加熱温度や冷却速度などにより異なる素性を示す。このため色や粘度、ヤング率などの物理特性は合成条件に大きく依存する。 例えば急速圧縮法を利用すると、黄色透明なゴム状異様が得られるが、これは通常の手法で得られる褐色のゴム状異様とは、力学的な特性が大きく異なるアモルファス症である。つまり、不純物により着色するというよりは、ゴム状異様としてまとめられている不定型化合物には、様々なものが存在し、作り方によっては、黄色透明な種類のゴム状異様も、 作成可能であったり、不純物の存在により S 間の回列や、作上構造の伸長、再回列速度が異なり同じ加熱時間でも異なる、素性のものが生成すると捉えた方が良い。なお、純安定状態であるゴム状硫黄は放置すると、射方硫黄に徐々に変化していく。他の同素体として、硫黄蒸気の分子量測定から S、S、S、S s などが存在することが判明している。また、ハップル宇宙望遠鏡での木星の衛星、イオのスペクトル観測では s, s, s の存在が観測されている。摂氏2200度以上、低圧下では、原子乗用が主となる。また、硫黄の同素体は、感情硫黄分子として、人為的に合成されてきており、シクロ S を筆頭に、シクロ S、シクロ S、 シク,シクロ S、シクロ 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 S 等が合成され、X 線結晶構造解析でその構造が確認されている。水には溶けにくいが、二硫化炭素に溶解しやすく、ベンゼン及びトルエンにも少量を溶解する。アルカリ水溶液と加熱すると多硫化物及び、塩硫酸塩を生じて溶解する。金。 白金以外の多くの金属と反応して硫化物を形成する。銀や銅とは接触により室温でも反応して黒色の硫化銀や硫化銅を生成する。シクロ S はアルケンの硫化に用いる際の反応性が S 用より高いことが知られている。硫黄は周期を発しないが噴火口や硫黄線の周囲など天然の硫黄が存在する場所で多く発生する。 硫黄化合物である、硫化水素や二酸化黄は刺激臭があり、日本語ではこれらの周期を、硫黄の匂いと表現することがある。天然には、数多くの洋鉱物、硫化鉱物、硫酸塩鉱物として産出する。単体でも産出する、自然硫黄。深海では、熱水噴出口付近で鉄などの金属と結合した、硫化物や温泉、硫黄泉では、 硫黄が昇る下、硫黄化や、湯の花として、コロイド状用が見られ、白く濁って見える。そして人体では、硫黄を含むシステインや、必須アミノ酸のメチオニンとして存在する。火山性ガスには、硫化水素、二酸化黄が含まれ、それが冷えると硫黄が積出する。これを応用したのが、消火用、加工用とも言うであり、分気孔から石で沿道を作り、内部に適宜石を入れて、 この石に消化した硫黄を付着させる採取法であった。ガスから分離し、沿道内に溜まった硫黄は、最初のうちは液状であるが、温度の低下に伴い次第に粘土を増してゆき、採取口に近づく頃にはほぼ固化した状態で純度の高い硫黄が得られた。ナスタケシ、メアカンダケ、クジュウ山などの活火山では、このような方法で硫黄採掘に従事する鉱山が点在していた。これとは別に、 交渉から得られる用も存在しており、こちらは採掘、先行した後、精錬所において、焼き釜に鉱石を入れて、硫黄分を溶出させていた。釜から抽出された用は液体であり、これを型に流し込み冷却して、円柱状の個体にして出荷した。焼き用方式は硫酸ガスなどが発生するため、後にオートクレイブを用いて、高圧水蒸気に用溶け出させて、 これを回収する方法に切り替わっていった。単体黄を算出することで、古来からイタリアのシチリア島が有名である。また現代では、ハーマンフラッシュが1891年に開発した、165? の加熱水蒸気を交渉に吹き込み硫黄ガスとして、回収する、フラッシュ法で、アメリカのテキサス州やルイジアナ州、メキシコ、チリ、南アフリカの鉱山で大量に採掘される。 取り出されたガスを冷やすと黄が析出する。この方法は蒸気の火山性ガスからの硫黄の析出の逆反応である。この他に加工庫の固定から黄を採取する方法も取られた。この場合は湖上に浚渫線を浮かべ固定に沈殿している溶分を多く含む泥を採取していた。また石油生成の脱流による副産物として大量の黄が供給されている。 石油生成における製法については、溶回収装置の項に説明されている。日本には火山が多く、火口付近に露出する硫黄を、露天掘りにより容易に採掘することが可能である。ことから、古くから硫黄の生産が行われ、8世紀の俗日本紀には、品濃国、長野県米子鉱山火町邸へ、硫黄の建状があったことが記されている。鉄砲の伝来により、 火薬の材料として、中世以降は、日本各地の洋鉱山開発が活発になった。江戸時代には、黄付け木として火を起こすのに用いられた。明治期の産業革命に至り鉱山開発は、本格化する。明治時代においては、安田財閥は、釧路の硫黄、後さべぷり硫黄山を参照で築かれたと、揶揄されるほどであった。純度の高い国産硫黄は、マッチ。 当時の主要輸出品目の材料に大量に用いら、各地の鉱山開発に拍車がかかった。1889年には、知床洋産が噴火とともに、ほぼ純度100%の溶解洋を沢図体に、海まで流出させるほど大量に産出したため、当時未踏の地だった同地に、工業関係者が殺到したという。海軍軍人、軍司重忠による1893年、 明治26年第一次千島拓職にも、硫黄採掘の記録がある。昭和20年代の朝鮮戦争時には、黄色いダイヤと呼ばれるほど、硫黄価格が高騰し、高工業の花形に成長したが、昭和30年代に入ると、資源の枯渇に加え、石油の脱流装置からの異王生産が可能となった、ことで、生産方法は一変する。 エネルギー転換に加え大気汚染の規制が強化されたことから石油生成の過程で発生する硫黄の生産も急増し硫黄の生産者価格の下落が続いた結果昭和40年代半ばには国内の硫黄鉱山は全て閉山に追い込まれた岩手県の松尾鉱山など現在国内に流通している硫黄は全量が脱流装置期限のものである硫黄は 数種のオキソ酸を作る。最も有名なのものに、硫酸、化素がある。硫黄化合物は、生物でも不可欠な役割を果たしている。ビタミン B1 と B7、ビオチン、ビタミン H ともに含まれる。植物の根では、硫黄は、硫酸イオンの形で吸収され、還元されて、最終的に硫化水素となってから、システインや、その他の有機化合物に取り込まれる。 アミノ酸ではシステインとメチオニンが用を含み、それらがさらにペプチド、タンパク質に取り込まれる。その他眼流アミノ酸としてはホモシステインとタウリンがあり、これらはペプチド、タンパク質には取り込まれないが代謝上は重要である。タンパク質のシステイン残機にあるチオール元はシステインプロテアーゼなどの活性中心として機能する。 また一体のシステイン残機の間に、ジスルフィド結合、SS 結合が形成され、タンパク質の工事構造、三次構造、四次構造を形成、維持する上で重要である。顕著な例として、羽毛や毛髪が力学的、化学的に頑丈なのは、主要タンパク質ケラチンに多数の SS 結合が含まれていることが大きな要因である。 これらを燃やした時の得意な匂い、またゆで卵の匂いも、主に硫化合物による。硫黄を含む低分子ペプチドとして、特に重要なのはクルタチオンで、細胞内でそのチオール元により還元剤として、あるいは下毒代謝に働いている。また、シル元に関係した多くの反応は、例えば補光素 A、α リッポ酸などのチオール元を含む補欠分子を必要とする。 一部の光合成、化学合成細菌では、硫化水素が水の代わりに電子供与体として使われる。多くの生物の電子伝達系で、異様と鉄からなる鉄用クラスターが働いている。フェレドキシンなど、また呼吸差のシトクロム C 酸化酵素の同中心 CU にも含まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。